どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。この動画はパート2です。はい、この大金城以降の新キャラ情報を見ていこうと思います。この新イベントに関しての詳細はね、パート1必ずねご覧ください。イベント詳細話しております。じゃあ大金城から見ていこうと思います。いきましょう。まずはこちら、進化前からです。バインドスキビオン封印無効管6個、熟成ボイス持ち超覚醒、スキブプラス無効管お邪魔プラス、インのとこ持ってます。これやばいぞ本当に。これマジでやばいからね、言っとくけど、何やねんこれ。は？無効管6個熟成インのカゴって終わりやん。でスキル6ターンダメージ軽減、1ターン盤面6号マス全ドロ強化6ターン。だ無一郎がぶっ壊れチート最強になればいいんじゃん。あ、じゃあ無一郎がぶっ壊れチート最強になっちゃえばいいんだね。無一郎だけでいいんだ。じゃあね、うん、普通無一郎のぶっ壊れ最強サブだよこれ。やばいよマジで。しかも何これ、無効管6個インの加護熟成持ちって時点でバケモンなのに、スキビオンあってスキルも6ターンダメージ軽減、6号マス全ドロ強で、これ盤面縮小対策にも使えます。なんならあの極悪とかだったらね、13階層だっけ、あいつに合わせればいいだけだからマジで強い。でリーダースキルは76マス水木の同時攻撃ダメージ半減、攻撃25倍、水の HP 2.2 倍です。まあとにかく無一郎とかそういう系の編成における軽減ルーパーとしてバケモン強いでしょうねこれ。あと単純にやっぱ捨てが高いから、それが一番でかい。武器です。スキブ無効管指2個持ちで、スキルは8ターンダメージ軽減、2ターン上限86が7ターンスキルです。これもめちゃめちゃ強いけどね。もう1個の武器、ドラゴンタイプ追加、チーム HP2 つ、チーム回復2つ、毒耐性プラス。で、スキル2ターン76マスの最大 HP2 倍、4ターン遅延が15ターンです。マジで1個1個の武器がバケモン強いんだけど、これなんなんほんまに。マジでこのイベント引かないとやばいぞ、本当に。性能強すぎや。続きましてワインです。バインドス、あ、これ発表された通りか。バインドスキビオン封印、冬10強2つに熟成にボイス持ちのいいのを持ってます。76マス拡張持ってるんでね。で回復指2倍の HP20 倍化で生成ありますって感じです。武器もね、チーム HP2 個、ヒドロ強パラサメドロ強パラス、回復ドロ強クマ持ってて、こっちが卑劣闇烈、ヒドロ強闇ドロ強枝豆2個持ちの 30% 確定グラビティのロック解除、盤面火花火、下段2列闇先生が30ターン。これさっきの動画でも話しましたけど、本当にこの武器は絶対強いと思います。あるいはさっき話したんでね、このままいきましょう。はい。で、ビアードンです。ビールです。バインドスキビオン超つなげし、無効管6個、インの加護ボイス持ち。いや、もうやってんだ、上これ。やってんだ、これ。おい。ちょっと待て。これ、ノバ !This is Nova! これ、ノバの最強サブ確定。マジでな。やば。超覚醒スキブ無効管超つなげしていいのかが持ってます。え、だこれさあ、もうじゃ あぶっ壊れちゃえばいいんだノバがね。あ、じゃあノバやばいからね。あのノバってもう言っちゃうと 35% HP 回復、全員の上限解放、さらに光水の二色陣の泥強が4ターンなんですよ。で4ターンだから4枚ループも弱いしなみたいな。だから鏡でリンレンと合わせて使うがメタだったんだけど、ビアードン入れてあげるとその2ターンに1回はこのビアードンで光急行生成できるから、簡単に運用できるようになるんですよね。だからめちゃめちゃ強いと思います本当に。だから冗談抜きでこれマジで強いの。ただ露骨すぎてやばい。もう本当に環境サブに合わせるためのサブが大量にいるから、だからこのガチャ引いとけばとりあえずサブゲットできるみたいな、露骨に強いです本当に。で、まあ、っていう性能してて、熟成 E の加護あるのが何より強いですね。で武器はスキブ自動回復6個、枝豆持ちのドラゴンタイプ追加持ちです。スキルは3ターンヘイストロック解除、水光ドロ強に HP 全回復が18ターンです。武器ドラゴンタイプ追加、チーム HP2 個、指枝豆2個に3ターン 80% 軽減、3ターン7クマスが19ターンです。絶対強いっす。これがビールです。さあ続きましてウィスキー、これは発表されたんで省略しますが、もう 5.0 の最強サブですね本当に。間違いなく最強です。スキブロックあって10強1つに無効管、熟成インの箱持ち、スキルが4ターンルーレット生成、1ターン落ちこなし、回復2倍ドロレフが4ターンと。リーダースキルも悪くないですけどね、もう絶対強いですね。スキブ2個7強ドロ強2種にバインド持ってて、こっちがバインド暗闇お邪魔プラス指延長2個持ちの 35% グラビティ3ターン遅延っていうねっていう感じでした。さあここからまずストロベリーカクテルです。これ初めて見るな。バインドスキブ2個、L 字プラス、インの加護、ボイス持ちで変身キャラです。20ターンで2ターンヘイスト変身です。変身後、バインド回復ドロキョウ6個、L 字4つ、熟成インの加護にボイス持ちです。回復ドロキョウ6個持ちか。サポート型なのかな。スキルは1ターンダブル吸収無効、回復が2倍、盤面の7コマスが5ターンです。あ、まあ強いけど1ターンなのがちょっとネックであるね。これ2ターンダブル吸収だったらもっと良かったけど、まあ、76マス拡張がメインって感じじゃない一番は。ね。で、まあ、回復漏れるサポートアークって感じですね。リーダースキルは、一時の同時ダメージ激減、攻撃35倍、3コンボ加算、火の HP1.1 倍、指5秒延長です。はい。
武器は暗闇お邪魔プラス回復努力を非軽減に2ターンヘイストって感じになってます。これがストロベリーカクテルです。さあ続きましてブルーベリーカクテル見ていきましょう。さあ続きましてブルーベリーカクテルも見ていきましょう。こんな感じ、ブルッカですね。バインドスキブ2個エルジュプラス熟成ボイス持ちです。20ターンで2ターンヘイストで変身できます。変身後こんな感じになります。バインドチーム HP3 つ、エルジオ2インの加護熟成にボイス持ちです。はい、まあ、こっちは HP 爆盛りできて L 字を積もってるって感じですね。やっぱ熟成とインの加護がデフォでついてるんだけど、これが本当に強いのよ。スキルは1ターンダメージ半減、盤面76マス、そして指と水の攻撃2倍が5ターンです。うわ惜しい、これ指と回復2倍だったらこのゲーム終わったのにな。ギリ終わらんかった。まあそれでも強いけどね、チーム HP3 つ L 字を積んで熟成インの加護持ってて、まあそれこそもなんていうの、無理やりなんていうの、あれにぶち込んでも強いと思いますよ。無理やりムイチロにぶち込んでも強いし、バーテンダー黒飛びとかに組み合わせても全然使えると思います。はい、まあダメージ半減あって76マスあってね、指水2倍、しかも HP 漏れる、 L 字でアシスト向こう対策できる、インの加護熟成持ち、やばいです。リーダースキルは水闇同時ダメージ激減、攻撃35倍、参考もかさ水の HP1.1 倍、指5秒延長です。武器は暗闇プラスお邪魔プラス回復努力を水経験持ちで2ターンヘイストって感じになっておりますっていう感じでした。さあ続きましてメロンカクテルです。バインドスキブ3 L 字熟成ボイス持ちで、スキルは26ターン変身重2ターンヘイストです。なんで木だけ重いんだ、ということはその分強いということか。覚醒バインド回復努力を打つ熟強打つ L 字プラス熟成インの加護ボイス持ち、バカ強いやん、びっくりした、どうしたいきなり。めちゃくちゃ火力出るし回復努力を待って偉いですね。スキルは1ターン自分の上限値が60億と自分の攻撃が2倍、6解除、木と回復を7個ずつ生成が2ターンスキルです。あれ強くない、普通にめっちゃいいね。キー2セットも回復2セットも組めるし、上限60億もあって、さらにまあ10強4つに熟成員の加護に回復届けもあるから、まさかメローラムが規則性を作るのか。リーダースキル指12秒固定、木の2コンボ以上でダメージを激減、攻撃力35倍、3コンボ加算、木の HP が 1.2 倍です。メローラム普通に強えな。武器お邪魔プラス毒プラス回復届けを危険源持ちで2ターンヘイストって感じになってます。全部強いね、やばくね、このイベントマジでやばいけど、外れ枠どこやねん。エモックです。バインドスキブさん TG 熟成ボイス持ちで2ターンヘイスト26ターン変身です。変身後バインド回復努力を4つ、10強4つ TG 熟成インの加護ボイス持ちです。スキルは1ターン自分の攻撃が2倍、上限60億、ロック解除光回復7個生成が2ターンスキルで、リーダースキル指12秒固定、光にコンボダメージ激減35倍、3コンボ加算、光の HP1.2 倍です。あいやこれ強すぎ、ネテロの相方でもやれるね、全然強、普通に強マジでやば。イベント武器お邪魔プラス創作家耐性の回復努力に光軽減持ちで、スキルは2ターンヘイスト、6解除光回復2色人全努力上2ターンです。テーレアの性能してないやろこれ。最後グレーシスです。バインドスキブさん2ウェイインの加護ボイス持ちで26ターン2ターンヘイストです。おこれはじゃあ10日かな。バインド回復努力を10強4つ2ウェイ4つに、インの加護熟成ボイス持ちです。お10日っぽい。スキル1ターン自分の攻撃力が2倍、上限60億ロック解除、木闇回復を5個ずつ生成が2ターンスキルです。おいちょっと待て、これ10日じゃなくてダキいけるくない、普通にね。ダキが、まあ、でもダキ追い打ち欲しいんだよな相方に。あー追い打ちないのか、いや渋いな、あ追い打ちがないのが渋すぎるわ。えただ全然あのグレーシスをダキの相方に使うっていうのはめっちゃありだと思うし、普通に強いと思うよ全然。まあただトウカとも相性良さそうやね、普通に。やっぱ指固定がでかくて、しかも HP1.2 倍激減で、これ実質 HP4.8 倍よ、なんなんこれ。これ本当にやばいことが起きてるんだけど、なんて言えばいいんだろう、これ星6なんで低レア枠なんですけど、普通にこれ環境トップ10に入るんすよね、余裕で入るんすよ本当に。俺はどうすればいいんだろうと思って、今絶対に強いっす、もうそれだけ言い切れます。 125% 強いですこれ。だから違うんですよ、こんな低レアが環境トップ10に入っちゃうとこのイベントがおかしいことになっちゃうんですけど、本当に入るんすよこれ。だからもうなんかわかんないっす、どうすればいいか。ただ間違いなく環境トップ10に入りますこれ。ダキ牛太郎相方でも東海相方でも全然どっちでも入ります、俺信じてくれていいと思う。そのぐらいテイレアのくせにやばい。武器毒プラス雲回復努力闇経験持ち2ターンヘイス3色人全努力です。マジでこれ石全部っぱここやな本当に。さあここから梅酒ですね、梅丸見ていきましょう。こんな感じ、バインドスキブさん封印、熟成ボイス持ちで3ターン値で26ターン変身です。変身後バインド封印無効管6個悪魔キラーインの加護、熟成ボイス持ちです。
スキラは消せない場合の覚醒無効全回復1ターン76マス全ドロ強化5ターンです。リーダースキラは火の9個攻撃30倍固定1ダメージ火の HP 4.6 倍です。あのマジでこれ外れ役はどこにいるんこれ。武器スキム2個封印回復超1チーム回復2つでっていう感じになってます。あの外れ役がいないんですけど、ジントニックこれ発表された通りですね、スキブ2個3ターンヘイストで10強3つ2ウェイ4つ E の保護熟成持ちです。消せない場合の覚醒無効全回復1ターン様の上限5条4ターンで、これがもう周回攻略ともにやばい。武器は10強指3つ倍の回復持ちです。バグモヒートです。バインドスキブ 3LG 熟成ボイス持ちで3ターン遅延変身です。25ターン変身、変身後バインド10強3つ無効感プラス L 字プラスインの加護熟成持ちです。スキルは1ターン水キー回復ルーレット1個生成指回復2倍、水と木の泥強が3ターンです。なるほどね、まあ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 、ルーレット生成で指回復2倍あって泥強あるんで。リーダースキル水木の同時で攻撃40倍、2コンボ加算固定500万、木の HP が5倍です。まだ比較的ちょっとモヒートはやっと、やっぱで待って、めちゃくちゃ強いな。待ってこれめちゃくちゃ強いやっぱり。あ、もう全部強いわ、もういいわ、全部強いからいいや。武器貴族先生からスキブ2個無効眼機ドロ強の2ターンヘイストです。やっと控えめかと思ったっすけど、よく考えたらサブ性能においてはこれルーレット回生って指回復2倍あるから結構バケモンだもんな。なんこれマジで。ハイボールバインドスキブ3封印熟成ボイス持ちで30ターンで水光15ずつ生成変身です。なんか面白そう。変身後バインド封印指無効管6個インの箱熟成ボイス持ち、スキルは1ターンダブル吸収無効6解除し木を光に闇を水に変化が3ターンです。リーダースキルは水か光6個消しで攻撃6か7倍、4コンボ加算水光の全パラ5倍という感じになってます。ノバと合わせても面白そうやし、いろんな使い道できそうやな。それこそあの早川秋の相方とかでも全然やれると思うしね、いろんな場面で使えると思いますよ。まあ、無効感6個持ちだから、まあそこだけちょっとあれだから、まあノバがやっぱ強いかな。ノバと合わせるのが良さそう。武器バインドスキブ光ドロ強4つ水ドロ強4つのスキルは4ターン HP 全回復が20ターンです。周回やばそうやな。次カラーミルクは今日発表された通りで、まあ普通に18ターンのスキブ2個持ちで、なんか闇属性版パティみたいな感じだね。まあ、チーム HP2 個だけど熟成度インの方があるんで、その分 HP 漏れるかなって感じ。2ターンダブル吸収無効、2ターン3コンボ加算、6回で3色点が5ターンです。弱いわけがない。武器、闇属性追加、スキブ、チーム HP、TG 闇ドロキを打つ持ちです。これはあれだね、ゴクレグスと合わせるとかなり強そうなんで、そこで使えそうな感じはあります。はい。サムライロック、バインドスキブ3熟成ボイス持ちの24ターン変身です。はい、変身後。バインド超つなげし2つ、無効管4つ、無効管6個、インの加護熟成ボイス持ち、火力バケモンやん。スキル2ターンダメージ吸収無効全員の攻撃2倍、自分とリーダーの上限値が50億になります。はい、リーダースキルは木か光の9個消しでダメージ半減、攻撃力36倍、固定1ダメージ、木の HP が 2.3 倍です。正月ノルディスってこと？正月ノルディスと合わせるためのキャラって感じかな。武器自動回復6個、亀裂3つ、光裂3つ、枝豆持ちです。まあ、まさに正月ノルディスやねこれは。でこれやっとラスト、エルディアブロです。バインドスキブ3熟成ボイス持ちの28ターン2ターンヘイスト変身です。変身後バインド回復努力を6個、10強4つ熟成インの加護ボイス持ち、スキルは消せないバインド覚醒無効全回復1ターン、ルーレット1個生成指が2倍、4ターンです。どうするみんな、もうこのコラボ、このイベント。リーダースキル火闇同時でダメージを 78% 軽減、攻撃38倍、4コンボ加算、火の2コンボ以上で回復が2倍という感じになっております。武器、毒ドロップの加護スキブ、火ドロキョ、闇ドロキョ、回復ドロキョ、チーム HP2 個持ちで、消せない場合の覚醒無効全回復2ターン、回復全員の攻撃4倍が11ターンって感じになってます。終わりですこれ、終わりという感じでした。もうあの終わりですこのイベント。あの本当にもう一回言います、全部強い、全部強い、マジで。これどうする、みんなどうすればいいのこれ。待って、無一郎最強サブやん。あでも比較的サブが多いからそれはあれかもね。ただ本当に全部サブで使いたい。こいつあれじゃん、新キャラ悟空レグスとか使えるじゃん。ビールノーバ最強じゃん。マジこの2ターン生成ぶっ壊れたからな本当に。ウィスキー豪天圧倒的最強、桜ミル回復して使う価値あり。でここら辺はダブル吸収回復漏れる偉いキャラ、こっち HP 漏れて76マス拡張に半減に指水のエンハンス2倍、この覚醒あのね熟成度インの覚悟がどれだけやばいかって話なの本当に。でこっちは、上限60億のキー回復7個生成で現状貴族生最強クラスのリーダーで、レモンカクテルに関してもあてかあれなんだから、あいつバレリアと合わせ、バレリアじゃないわ、リゼレットと合わせても強そう。でレモンカクテルに関しては、上限の60億に光回復の7個生成で火力出せるキャラ、ブドウカクテルは単純に滝牛太郎とか、あとは10日とかと合わせたりできます。
梅氏はサポート枠で強すぎ、7 6マスに消せない覚醒無効をバインド持ってるからね。サポート枠で強すぎの全動力を彼子も出せます。偉すぎるだろ。ジェントニック絶対に強い、これだけは絶対に強い。もうなんか何で使っても強い。黒飛び、無一郎、早川明、何で使っても強い。モヒート、まあモヒートはルーレット生成だけど貴族生だからまだ弱めかなっていう感じ。貴族生っていうところが弱い。ハイボールはノバと合わせたりとか周回とかいろんな使い道ができます。無効感圧倒的軽く。カルワミルクは新出現新キャラの極手口だっけ。あいつと詰め合わせても強いし、まあ、何しても強いよな。パティみたいな感じで使える闇属性版パティって感じ。サムライロックも貴族生だからまだ弱いけど、まあ一応まあ覚醒も強いしスキルも強いしで悪くなさそうで、最後はエルディアブル、どう考えても弱いわけがないという感じのサポートワークでした。本当にやばいですこのイベント。多分全キャラ僕動画で紹介するんじゃないかな。そのぐらい強いと思います。自社コラボとは思えないぐらいぶっ壊れてて、だから自社イベントとは思えないぐらいぶっ壊れてるんだけど、まあぜひ皆さんね、あの魔法石今からでも本当に全部残しておきましょう。これやばいっす。ということで今回は最強ぶっ壊れチートコラボを話す動画でした。ぜひやばいと思った人はチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。